はい、こんにちは、レトスの小野です。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。個別指導の値上げまであと1日となりました。明日の24時を過ぎると値上げとなります。また4月いっぱいで個別指導の募集を終了させていただく予定です。なのでその点もご了承いただければと思います。で、試験日までまだ6ヶ月以上ありますんで、勉強の仕方を丸暗記学習から理解学習に変えていけば、まだ今からでも十分合格は目指せます。で、もし丸暗記ばかりしていて解説を読んでも理解できていないという方は、このままでは合格するのは正直厳しいんですね。なのでぜひ個別指導ご検討ください。丸暗記学習では何年勉強しても合格するのって難しいんですよ。勉強したら合格できるっていう資格じゃないんですね。なので丸暗記だけで勉強している方は注意していただければと思います。逆に理解学習をすれば1回で合格できる資格なんで、今年の試験で絶対合格したいという方は個別指導ご検討いただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っときますので、そちらからご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。 AB 間で土地の売買契約をした。期日になっても買い主 A は売り主 B に対して代金を支払わないため、売り主 B も期日に土地の引き渡しをしませんでした。この場合、代金を支払わなかった A、 買い主 A は履行地帯となる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。 A の代金支払い債務と B の土地の引き渡し債務、これは同時履行の関係になってます。つまり買い主 A は同時履行の公弁権があるため、履行期を経過しても履行地帯の責任は生じません。したがって×なんですね。で、同時履行の公弁権、同時履行の関係、これどういったものか、これイメージするとすごく簡単なんですね。あなたがスーパーで商品を買うとします。その場合、お金を払って商品を受け取りますよね。あなたがお金を払う行為とスーパーが商品を引き渡す行為っていうのは同時に行われます。つまりあなたがお金を払わなければスーパーは商品を引き渡しませんよって主張することができるんですね。このスーパーの引き渡さない権利、商品を引き渡さない権利を同時履行の公弁権と言います。で、今回の問題もこれと同様なんですね。売り主 B が期日になっても土地の引き渡しをしなかったということなので、買い主 A さんは代金を支払いませんって主張することができるから、買い主 A は同時履行の公弁権を主張できる。したがって履行地帯にはならないんですね。つまり約束を守っていませんよねって、遅れてますよねってならないんですよ。もし売り主 B さんが土地の引き渡しをしてしまったとか別の理由がなければ、買い主 A っていうのは履行地帯になりません。よって答えは×になるということです。で、問2ですね。37条書面です。貸主である宅地建物取引業者 A が借主と事業用建物の賃貸借契約を締結した場合、 A は37条書面を作成した上で借主に交付しなければならない、丸か×かという問題ですね。で、答えはどうなっているか。答えは×ですね。自ら賃貸する場合は宅建業法の適用ってありません。つまり貸主 A さんっていうのは借主に対して37条書面を交付する義務ってないんですね。宅建業者が売買や交換で契約の当事者である場合、例えば売り主だった場合ですよね、買い主だった場合もそうです。その場合は相手方に対して37条書面を交付しなければいけません。売り主業者であれば買い主に対して37条書面交付しなければいけないし、買い主業者であれば売り主に対して37条書面を交付しなければならないということですね。でも宅建業者が貸借の当事者である場合、つまり貸主だったり借主だったりする場合ですね、今回の問題っていうのは貸主なんです。貸主っていうのは相手方に対して、つまり借主に対して37条書面の交付義務ってないんですね。まあ、これは先ほど言った通り、自ら賃貸をする場合は宅建業法の適用がないからなんですね。貸主業者 A は借主に対して37条書面を交付する義務はないので×になるということです。これは重要ポイントなんで必ず頭に入れておきましょう。で、問い3ですね。農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条1項の許可を受ける必要はない、丸か×かという問題です。答えは
4条許可が必要なので、×ですね。自己所有の農地を農地以外に、転用する場合、農地法4条の許可を受ける必要があります。自宅建設が目的であったとしても、これ例外ではないんですね。で、あれ?これ許可不要じゃないの?例外じゃないの?って思った方は、もうこれ引っ掛け問題に引っかかってるんですね。で、個別指導では、本門と何と引っ掛けているのか、まあ、その点まで解説しております。きっちり対比して頭に入れていただければ、これは全然難しい問題ではありませんので、ちゃんと対比して覚えることが重要です。このように個別指導では何と何とを対比して頭に入れていかないといけないのか、何を理解すべきなのか、そういったところまで解説をしているんですね。なので、実力をつけていただくことが可能なんですよ。単に、まあ、この動画のね、解説が分かっただけでは、実力って上がってこないんですね。まあ、この問題だけ分かったというのではダメなんですよ。何と引っ掛けているのかとか、試験を作る人はどういったところをポイントとして出題してくるのか、そういったところまでやっぱり分かってこないと点数って上がってきませんので、まあ、個別指導ではそういったところも解説しております。もし絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。で、個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。そして、初めにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと1日となりました。明日の24時を過ぎると値上げとなります。また、4月いっぱいで個別指導の募集を終了させていただく予定です。なので、その点もご了承いただければと思います。で、試験日までまだ6ヶ月以上ありますんで、勉強の仕方を丸暗記学習から理解学習に変えていけば、まだ今からでも十分合格は目指せます。で、もし丸暗記ばかりしていて、解説を読んでも理解できていないという方は、このままでは合格するのは正直厳しいんですね。なので、ぜひ個別指導ご検討ください。丸暗記学習では何年勉強しても合格するのって難しいんですよ。勉強したら合格できるっていう資格じゃないんですね。なので、丸暗記だけで勉強している方は注意していただければと思います。逆に理解学習をすれば1回で合格できる資格なんで、今年の試験で絶対合格したいという方は個別指導ご検討いただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っときますので、そちらからご確認いただければと思います。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。